ロシア軍、白物家電で戦う、部品を迂回輸入か、深刻化する武器、兵器不足。ウクライナ侵攻を続けるロシアが深刻化する武器、兵器不足を解消するため、家電で戦おうとしていると指摘されている。一体、どういうことなのだろうか。ドローンか、エネルギー施設狙った攻撃、ウクライナ・キーウの上空に立ち上る煙。先月31日の早朝、キーウでおよそ10回の爆発があり、35万世帯に電力を供給している発電施設が損傷、停電が発生していると、ウクライナメディアが伝えた。その4日前の先月27日にも、CNN、ニック・ロバートソン記者、この発電所にはドローン1機が直撃し、同じ日に巡航ミサイルの攻撃も受けました。ドローンはあちらの高圧線に絡まり、ここにあった設備を引き裂きました。至る所でケーブルが燃え、設備は燃え尽きました。エネルギー施設を狙ったロシア軍の攻撃により、ウクライナ国民は暗い夜を懐中電灯の明かりなどで過ごしている。トルコはロシア抜きで合意。こうした中、トルコのエルドアン大統領は、ウクライナ産の穀物輸出をめぐる合意を一方的に停止したロシアに対し、切り込んだ。トルコ・エルドアン大統領、たとえ、ロシアが優柔不断な態度を取ったとしても、我々は人類に奉仕する努力を断固として続ける。国連とトルコ、ウクライナの代表団は先月31日、国会に設定された回廊を通じて、穀物の輸送を続けることにロシア抜きで合意した。ウクライナのインフラ省によると、218隻の船の運航が阻止されていたが、合意後、12隻の貨物船がウクライナの港を出港したという。ただ、ロシアの協力がない中で、安全な航行が確保できるかは不透明だ。秋の徴兵、12万人が対象、安心して。そして、ロシアでは今月1日から秋の徴兵が始まる。年2回。春と秋に実施されていて、今回は18歳から27歳の男性およそ12万人が対象となる。ロシア国防省は、徴兵された兵士はウクライナでの特別軍事作戦に関与することはないため、安心してほしいと呼びかけた。一方で、アメリカのシンクタンクは、ウクライナに派遣される可能性が高いと指摘している。ロシア軍、家電で戦闘継続か。ウクライナ侵攻を続けるロシアだが、武器、兵器不足は深刻化しているようだ。先月17日、ウクライナ国防省はツイッターで、ロシア軍が武器を輸送する映像を分析した結果、およそ70年前に開発された対空砲が使用されていることが分かったと明らかにした。また、ウクライナに着弾したミサイルの破片を調べると本来、地上ではなく、空中の標的を攻撃するためのミサイルだったと BBC は報じている。こうした状況を打破するためにロシア軍は家電で戦闘を継続しようとしていると見られている。これはどういうことなのかというと、アメリカ・タイム誌によると、ロシアと緊密な関係にあるカザフスタンとアルメニアで冷蔵庫や洗濯機などの輸出入が急増しているという。カザフスタンを例にとってみると、まずヨーロッパからカザフスタンへの冷蔵庫の輸出量は、今年に入ってから8月までで、すでに去年の同時期の3倍以上になっているそうだ。そして、ロシアがカザフスタンから輸入している冷蔵庫が、去年のおよそ10倍に急増しているという。つまり、ヨーロッパなどからの家電が、カザフスタンやアルメニアを通して、ロシアに流れている可能性があるということだ。ヨーロッパ当局は、こうした家電の半導体などの部品が、戦車などロシアの軍事装備に転用されている可能性が高いと指摘しているという。実際、8月にイギリスのシンクタンクが行った調査では、27のロシアの兵器の中から450のロシア国外製の部品が見つかったそうだ。こうした状況に、欧州委員会の報道官は、ロシアの武器、兵器に転用されている家電に対して、貿易規制を拡大することも検討していると話しているという。揺れるベラルーシのウクライナ戦争での立ち位置。
ベラルーシはプーチンがウクライナ戦争に参加するように求める中、揺れている。ベラルーシでは過去20年間、ルカシェンコの選挙での勝利、その後の抗議デモ、ロシアが支持する弾圧というサイクルが続いてきたので、ロシアに対し恩義がある。他方、ウクライナ戦争に参加すればルカシェンコへの国民の反発を抑えられなくなるというジレンマがある。ニューヨークタイムズ紙のアンドリュー・ヒギンス中東欧支局長は10月15日付同紙解説記事において、ルカシェンコは窮地にいる、彼はロシアの支持で生き残っているが戦闘参加は政治的自殺になりうるとの見方を示している。記事の主要点は次の通りである。ロシアのウクライナ侵攻後8ヶ月経ち、クレムリンがウクライナでの軍事作戦にもっと関与せよと圧力をかける中、ルカシェンコの政権掌握はリスクにさらされている。ロシアは2月ウクライナ侵攻をキーウに向けてベラルーシ領から始めたが失敗した。プーチンは軍が進軍停止または退却する中、ルカシェンコに支援を求めている。10月7日ルカシェンコはサンクトペテルブルグでプーチンと会った後、ウクライナ、ポーランド、北大西洋条約機構、NATO が我々を戦闘に引き込もうとしている、彼らにそうさせてはならないと述べた。彼の発言は NATO に向けられているが、ベラルーシの兵力を戦闘に派遣せよとのロシアの圧力への不安を示している。チハノフスカヤ、亡命中の野党指導者、2020年大統領選の候補者は、ベラルーシの直接の参戦はルカシェンコにとり政治的自殺になると述べた。ベラルーシの活動家たちがロシアと戦うためにウクライナに行き国際部隊に参加している。カバンチク、約500人からなるカリノウスキ連隊の副隊長によれば、彼らの目標は1ウクライナをロシアから守ること、2ルカシェンコからベラルーシが解放される日を早めることである。ベラルーシ軍がキーウの中尉と部隊を南部と東部での戦争からそらすために使われれば、ルカシェンコはますます西側からプーチンの共謀者とみなされ、ロシアに課されたと同じ制裁の対象にされ代償を払わされかねない。この状況は彼の政敵を元気づけている。野党の運動は平和的抗議にコミットしているが、その一部は武器を取っている。チハノフスカヤは非暴力的変革を望んでいるが、ウクライナでのベラルーシ戦闘員への支持を表明している。チハノフスカヤの補佐官は、ウクライナが負ければウクライナもベラルーシもなくなるだろうと言っている。最近ロシア軍はミサイルとドローンでキーウを含むウクライナ各地でインフラ施設を含む民間施設を攻撃している。これはウクライナ人を怖がらせ戦意を削ぐのが目的と思われるが、ゼレンスキー大統領はロシアの非道を訴え徹底抗戦を呼びかけている。ウクライナ側の士気は高いままであるように見える。空爆で民間施設を壊しても陸上での戦闘にはあまり影響はなく、ウクライナ軍が東部と南部で主導権を握っている状況は変わらないだろう。ただロシア軍がキーウをミサイルなどで攻撃し、ベラルーシ領内に9000人ものロシア軍を派遣していることは懸念材料ではある。兵員不足の中何をしようとしているのかよくわからない。装備についてはベラルーシから戦車などがロシア領に運ばれているということであり、キーウを再度攻める動きが出てきているとも思われないが、今後の動きに注意を払う必要がある。ベラルーシ国内の情勢にも影響。ルカシェンコはウクライナ戦争に参戦するのはプーチンの部分動員がロシア国民の反発を呼んだように、ベラルーシの国内の不安定化につながると思っているとみられる。そういうわけで上記の解説記事にもあるように、ベラルーシの兵力を戦闘に派遣せよとのロシアの圧力への不安を示している。10月21日にはもっと踏み込んだ表現で、我々には戦争は必要ないと述べたほか、ウクライナ人は同胞であるとも言っている。ベラルーシ軍は空軍と陸軍よりなる5万人足らずの軍でしかない。装備も旧式である。仮にウクライナ戦争に参戦しても戦況がそれで大きく変わることはないと思われる。ベラルーシの国内情勢については、今はリトアニアに亡命中のチハノフスカヤ周辺が
ウクライナ戦争の帰すによってはルカシェンコ政権が終わるとの期待を持ち、元気づいているというこの記事の指摘は正しいと思われる。チハノフスカヤを主犯とするベラルーシ亡命政権は将来の軍事組織の方がのようなものを持っているが、これへの志願者の登録数は20万人を超えたとの報道もある。